竜崎先生、あいつが越前何次郎の息子ですか？世界中の強豪から侍と恐れられた男、世界を相手に37戦全勝、怪我さえなければグランドスラムも夢じゃないと言われた日本テニス界最高のプレイヤー。私も小さい頃彼に憧れてテニスを始めたの。今でも一番尊敬している私の先輩よ。二刀流の侍なんじろ。その通り。あの子はその侍ジュニア。たとえ誰であろうと特別扱いするつもりはありません。すべて冷静に判断します。今はただ何が何でも全国まで勝ち上がる、それだけですから。やっぱり手塚入れてきたね。しかも同じブロックか。あ、おちび。お出ますか。レギュラー争奪戦ってこと。1年はランキング戦に入れねえ。なのになんでお前の名前があるんだ。さあ、強いからじゃない？あんま私生活なめんじゃねえぞ。はい、どうよろしくな。出る杭は早めに打っとかねえとな。リハビリの相手になってもらうぜ。やだね。ジャックナイフだ。いいね、ここ。いろんなタイプのテニスが倒せるし、いい踏み台になるよ。しかしボール2個分届かない。悪いが、君の試合を調べさせてもらった。データは嘘をつかない。データで来るならその上を行くまでだね。何やってんの？うわっ！な、なんだこれ？なんだこれ、お前一人で。懐かしいな、青学のレギュラージャージ。泣いたやろうぜ。え？レギュラーになったお祝いにハンデ、片足でやってやるから。あ、行くぞ。いつ入ったんだよ。みんな集合！来た、青春学園か。いよいよお出ましか。俺はまだ認めてねえからな。ああ、そう。おい、あれ見ろよ。なんだあのチビ。なんであんなチビがレギュラージャージ着てんだよ。
だ。決めてやるぞ。よう手塚。後部。何の真似だ。どうだ今年の性格は。おい、人手不足で小学生借りてきたんじゃねえだろうな。ん？あんた誰？可愛いじゃねえか。手塚、今日は見学させてもらうぞ。誰？日垣しおん。出たか。足だ。あらい。なんで試合見ねえんだよ。お前性格のレギュラーだろう。見る？なんで？なんでだ。態度。俺補欠でしょ。嫌いなんすよね。慣れ合うの。テニスは個人技じゃないっすか。ダブルスだってあるぞ。楽しいっすか？ダブルスなんて。分かってないな、オチビ。1たす1が3になる。それがダブルス。なんちゃって。どうでもいいけど、お前ちゃんと飯食ってんのか。牛乳飲むといいよ、1日2本。はい。牛乳嫌いなんで。越前、午後に出るぞ。アップしてきます。お前飯食ったのか。飯食ったのか。正学園ファイオーファイオーファイオー正学園ファイオーファイオーファイオー不動峰イブ。いけ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 正学いけいけいけいけ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 正学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 いけいけ
シードかけようとも復帰さんを全く寄せつけなかったやつだね。おいおい、本当にあのちびっ子が出んのかよ。ワンセットマッチ、声楽サービスプレイ。ねえ、審判の人、コールまだ。15ラブ。この1年すげえな。ありえねえ、あの1年。審判大丈夫か。救急箱、早く！目の方は大丈夫そうだけど、まぶたの上がざっくりだ。試合続行は不可能だな。平気っすよ。無理すんな。後には手塚部長も控えてる。やるよ。10分だ。10分で蹴りがつかなければ棄権させる。手塚！いいな。十分。いけいけ、声楽！お待たせ。まだやるんだ。この程度のことで騒ぎすぎだよ。左利きだったの。マジかよ。君、一度負けといた方がいいよ。声楽テニス部、地区大会優勝、おめでとうございます。ありがとうございます。しかし皆さん、今日はうちのバカ息子が負けちゃいまして、大変ご迷惑をおかけしました。大丈夫だよ、結局は勝ったんだからさ。今日は食べ放題ということで。食べ放題、食べてください。食べ放題。じゃあみんなで乾杯しよう。はい、はい、乾杯。